くりしたかも。こんばんは。かわいい、嬉しい。焼けるし、いい？チャロー、チャロー、喉痛っ。ね、結構落選見た。見たよ。してくださってありがとうございます。完売ってことかな。お、トレーナー着ていく、嬉しい。半端ないって、ありがとう。大御座行って、カラコンつけたことないよ。そう、喉治らない、一生治らない。龍角散も舐めたし、薬も飲んだし、喉ドリルスプレーもしたし、全部したのに。今日もあ、落選したから、夜景でも夜景見に行ってみて。ピュルリラパピプ進んでいるね。ピュルリラって言った、お、ありがとう。あ、座りが落選したってことか。立ちならいっぱいあるのか、まだ録画投稿しました。あるの楽しみ。嬉しい、楽しみ。夜当選したけど行かない、なんで、もったいないよ。落ちた人もいるから行った方がいいと思う。ヒデさん、先生ありがとう。病院は行く暇がなくて行けてない。行く暇がなくて。生誕祭、お、え、それ喉治る気しないよね、ほんまに。でも今週はそう、ライブとかお話し会とか喉使うからあれだけど、お話し会とかないけん。立ちで外れた人も見た、マジマジ。くるくる見ながらご飯食べてる、キャッチー、嬉しい、気持ちいい。ねえ、台風、病院、映画行く時間べ、だって日曜日病院空いてないし、くるくるが映画見に行った時間、夜の9時半から11時ね。病院空いてない時間、鑑賞設置さん申し込みました、嬉しい。いたわるよ、
そう、日曜、日曜のし、ど深夜にも見に、ど深夜、ど深夜、映画見に行けるタイミングは今日しかないと思って、あ、違う違う、昨日か、昨日、今日しかないと思ったっけ。あとやっぱ お父さんそうやって断れんのよ、断れんのよ、お大事とか言ったら映画見に行って元気や、そう元気、見るのは元気なんじゃけど喉だけが痛い、でも一生痛かった見てる時も。小児科、あ、オンライン、オンライン、休みの日台風、見た映画と行った時間バラしたら映画館バレる、でも映画館くるくる一つしか行かないから多分大丈夫じゃない、普通どういういつでもどこでも映画館一つしか行かない、だから広島映画館全然ないそもそも。放送、放送じゃない、限られてる、なんだっけ、イオンシネマでやってたから見に行っただけで見に行こうと思わないから大丈夫。くるくるトラップにハマって抜け出せない、もう抜け出せないんですよ、それはもう抜け出したら捕まっちゃう警察に。当選、青、ハッピーハロウィン、広島の映画館の少なさを外から来たメンバーがいつも言ってる、いやほんとそうでしょ、少ないの、広島の映画館ってほんとに少ないの、なんか広島駅早くできてほしい、映画館少なすぎてもうびっくりする、横川シネマ聞いたこともないんだけど、どうしよう、聞いたこともないな、そう八丁座の仲間のイオンシネマいたんだけど、それもベビーワ、ベイビー、ベイビーワルキューレ、ベイビーワルキューレがそこで、そこと福山なんか遠いとこでしか行ってなくて、あ、天使可愛かった、そう広島でよ、夜景、ね、広島駅いた、喉痛い、痛いよ、DMM やるときはプロジェクター奪ってでかい画面、そうなの、そうなの、すごい、劇場巡り確かにしてみたいかも、もう広島全然映画浸透してない、でも映画館行ってもスカスカなこと多いから見る人も少ないのかなって思った、最近は行かなくても後々アプリとかで入ったりするから、それで見るのかなみんなみたいな、ジョーカー見たい、喉弱い、一緒一緒、私は映画館で見る雰囲気が好きで見てるから映画館がいい、スマホの画面、お嬉しい、天使くるくる、そう福山映画館でしか得られない要素、そうなんですよ、そう映画館だからこそ入り込める、家でも入り込めるんだけどやっぱ邪魔が入る、お腹すいた、ちょっと冷蔵庫開けようとか、なんか
一つのことに集中してそれしかしないみたいなことができないから嫌だと。集中できないね。そう、スマホがあったり、近くにスマホがあったり、映画館はもう強制的にスマホダメってなるやん。だから集中して見れる。雪見ながらおでん食べると高速で見つけたから12月8日予約お願いします。じゃあ、お話が5時間目終わりのとか言って終わりの洋画字幕派、字幕派。あ、そうそうそう、没入感、没入感ってやつ、没入感を楽しめる。くるくるもアイドルじゃなかったら映画館バイトしたかった。学校がバイトダメだったからしたことないけど、するなら映画館バイトって思ってた。髪切れ？嬉しい嬉しい。禁止でバイトしたら退学、たま一回じゃ退学ならんかもしれんけど、退学普通になんか先輩でバレないよ、バレない、やっぱ近くのさ、家の近くの食べ物屋さんでバイトとかだったら、家の近くで学校の近くか、学校とかまあ家の近くとかでの食事でバイトとかだったら、もしかしたら先生が来たり同級生が来たりとかバレたりする可能性があるじゃん。だからサービスエリアでやってたみたいな先輩がいて、サービスエリアまで先生が行って見つけて、何やってんだよみたいな、あったってなんか聞いたことあるけど。あ、映画館バイトしてみた。元気、喉が痛い。くるくるの個人ファンクラブは12月に開始です。職業体験ない、なかった。映画館のバイト暇そう。え、それがいいんよ、それがいい。暇で ゆっくりしたいやん、ゆっくりできる。え、実際暇じゃないんかな、分からんけど、暇でも濃い。ご自愛ありがとう。情報先生、そう、リーク、誰かがリークするの。バイト禁止の高校の先生が職場に来てバイトの隠れに行く、あるあるなんだやっぱ。あ、暇なんだ、映画好きな人多いから話し合う。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。バイトはダメで、シチューオッケー。バイトもダメで、シチューもダメだったから退学させられたんだよ。くるくるはシチュー入ったから退学させられたんだよ。社営、映写室でずっと本読んだ。え、そんなのあるんじゃん。映写室ずっと見張っとかんといけんの。すごい。ああ、フィルムの時大変そう。ポップコーンの廃棄ゴミ袋一つ、え、全部食べようって。確かに多いもんね、ポップコーンの量で。集中したら食べずに帰っちゃうみたいなことあるもんね。ポップコーン、あ、トラップ見に行く、
見に行って。あ、自主大学、いやもう退学ってなったけもう自主的にしたよ。さすがにそこまで鬼じゃなかったけど自主退学にしたけど、 STU やりたいなら退学しろ、退学したくないなら STU の活動やめろみたいな感じだった。スイッチ押すだけだな。あら、スイッチやりたい。あ、自由のさ、侵害や、おもろい。侵害や。そう。え、しかもね、修学旅行、なんかそれがバレた、なんかバレたのが、くるくる、あの、内緒だったのね。内緒にしてやってたの。そしたら、まあ、バレて、まあ、呼び出されるわ、じゃん。で、それがまあ、夏休みぐらいだったの、8月。夏休みぐらいで、で、10月9月夏休み明けの 10月ぐらいに修学旅行があったの。だから修学旅行だけでも、修学旅行だけでもお願いしますみたいな修学旅行だけでも行かせてくださいじゃん、そのためっつって、修学旅行も行けずにやめた。直前で、修学旅行直前で。宣伝の時間でポップコーンなくなる。え、食べるの早い、早い。そう、めちゃくちゃ大きな決断だよね、普通に。厳しく、カナエビ、そう、カナエビだった、普通に。え、積み立て？あ、そう、どうだっけ、修学旅行のお金。だからより、なんかよりその分覚悟があるよね。なんか高校辞めてまで入ったっていうので、よりそのわかる、なんか覚悟、なんか簡単にはもうできないってできない、わかる。もうアイドル疲れちゃった、やめちゃうみたいなのができない環境だになった感じだった。できない環境っていうか、よりその気持ちが引き締められたっていう意味ね。そのやめれない環境を作られたとかじゃなくてやめれない環境を作られたとかじゃなくて、その覚悟が増えた。ね、出てくれてありがとう。選んでくれてありがとう。こちらこそ、こちらこそ。え、バターポップコーンぶ床にぶちまけて床ぬるぬる、やばい。しかもさ、暗いからさ、すぐに拾えないのもね、なんか変に動いてもなんか邪魔になるかなとか思うし、なんかでも片付けないのもなんかこの人落としたのに片付けないんだみたいな思われたらどうしようなる。え、タイロを立つって言うん、タイロを立つ、タイロを立つ。あ、頑張ってるよ、分かった。そうなんですよ。転校、転校、あ、高校でも卒業してる、高校卒業してるよ。あの道のとこに行ってタイロって言うんだ。何何、排水の陣、何それ排水の陣。そう、腹くくった、腹くくったんよ腹くくった腹も巻き舌できる、腹くるくる巻き舌できる言葉とできん言葉があるけ、腹は巻き舌できる。赤く感じる、ピオニーは、ピオニーというかアクターズは黙ってたけど、まあくまでアクターズは習い事の一環だからプロじゃないし、お金もらってないから、なんか多分学校的には ST はバイトの一つ、一環
ぽい感じだった気がする。バイトの一環みたいな感じだったから、それでもダメ。だからアクターズは表舞台に立ってるけどお金はもらってないから大丈夫だったのと、多分バレてなかった。でも STU がバレたのも、なんか誰かがなんかチクったみたいな、誰かが先生にチクってなんかバレたみたいな聞いて、あれ黒くちょっと誰かチクられたって思ってめっちゃあれえ、人と遭遇したイタチ配信人、そう、腹、あ、ますます好きになった、ほんと腹くくるんだな、腹みください、そう、習い事の範疇だった気がする。川の前に陣地を作って退却できないですな。なるほど、あ、そういうことね。サービスエリアで ST やばい。サービスエリア、あ、サービスエリア限定なんで、とか言って。チクられた説は、チクられた。あ、先生は誰か ST ファン。あるね。え、でも全然、なんか、なんかさ、なんか、卒業した生徒さ、な学校行ってみたいなあるじゃん。まあ、卒業してないけど、まあ、退学したけど、まあ、行こうかなとか思って、普通に。あ、今 ST で活動してます、とか言って。行っちゃおうかなみたいな。ピオにお金もらったことないよ、アクターズもらったことない。前の写真、あ、最高ね、届かんかったよね、ちょっとね、くるくるからはねぶとさ感じる。マジ、あ、推しポイント、あ、応援高い、あ、嬉しい。もうクッっていう風に学祭に突撃しようかな。これ YouTube 回しながら、すいません失礼します、いや今アイドルやってるんですけど失礼しちゃいますよとか言って、あ、根性欲しいなってなんか。でも別に学校恨んでるわけではないから、まあ大丈夫恨んでるわけとかではないから大丈夫。あ、そうよ、あの日全てを捨ててここに来た、宝がむしゃらだったですよ。ロボ根性、転校、でも転校をしてもなんか全日は無理だなって思った、全日じゃなくてみたいな。こちらですね、私に退学を言い出した先生じゃん、やばい、おもろい。でもなんかおって、ね、一人めっちゃ厳しい先生がおってから、そのでくるくるも仲いい子もいたから、仲いい子の友達に やめることになったんだよねって言って、なんかそれでええみたいな、えってなって、でまるまる先生、なんか先生とその怖い先生とくるくる話してるのとか見て、もうあの先生本当にもう嫌いになったとか言って友達もくるくることをなんかかばって、先生のこと嫌いになった嫌いになってなっちゃった、なんかごめんねみたいな、なんかごめんねスタールない、卒業式も行かなかった、高校卒業式行かなかったよ。あ、そう、単位は引き継げたんよ。そう、単位引き継げたけラッキー。お父さんとお母さんはもうどうぞ自由にどうぞみたいな感じだった、好きなことをやりなさい系。あ、お父さんお母さんはちょっとでもなーみたいな感じで、お父さんは好きなことをやりなさい系。
友達さん優しい。えでもくるくるもうなんかそのバレてない最初の方がなんか意味わからん休み方しよったんよ学校なんかレッスンとか結構多かったからお昼とかのレッスンが多かったからなんかお昼で帰るとかしよったんよ的なんか多分普通になんでだろうって思われとったらしい学校でもこの子最近相当多いなだからめっちゃ休むなと思われてたのかな。急になんかくるくる体調壊さないから全然学校休まない人だったのに急になんか休むようになったなって休むようになったなって思われてる配信情報しか知らないけどパパクラ本当に好きな人でくれそうねもう今日もさなんかさ今日もなんか祭りやってるなんかさ祭りやってる広島なんか本通りのなんか中央通りなんか何通りか分かんないなんか祭りみたいなのやってる屋台みたいなの出ててなんか屋台行くって言われてちょっと今日帰るちょっと今日帰るなんて言って帰ってたなんか病院行かんといけんくてみたいな病院行かないといけないとか言って帰ってた。エチ選んでよかったよよかったよ。でもそう逆にそう思う次元 STU 完全 STUSTU 専念にした。STU 専念にした。幽霊じゃん。チャットでアーカイブで見たけど、MC に排水の陣の感覚を感じた。あ、感じた。おもろいんだけど、そう感じた。常在職場で言われてる。ライブ来てくれてるからチクられなくてもいずれバレてた。いやそうなんよ実際多分バレちゃうチクられてなくても多分バレてたよ。クルクが学校休みすぎて。あそうですそうですそうですそう STU 休業して高校卒業して復帰っていうパターンもあった。その選択肢もあっただけ。 STU は一旦休業して高2で STU 入ってけ高2の春に入ってけ高2で夏にバレたけ半年と高3の1年やって STU 戻るかみたいな選択肢もあった。めっちゃ迷ったけど、でも中途半端やみたいな。遅刻しちゃったら言い訳？でも遅刻しそうになったらもうなんかもう人生終わったって思うからめっちゃ嫌だけど。何がいいんだろう何がいいんだろうとか言って。あ、くるくるの愛薄れてるまま気になってる。そう、みんなが浮気してるんじゃないかなって。やめる前の友達には友達にバレてた、バレてた。なんかバレてた、なんか。そう三者懇談でバレた。三者懇談気まずかった。鬼もう呼び出されたらあやばい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 バレたかで危ない。後悔ないよどうせだってどうせ学校帰ったっても授業中寝とっただけじゃけ多分分からんけどね分からんけど多分くるくる寝とっただけじゃけ大丈夫あの学校行っとっても寝とったかゲームしよったこうやって iPad で授業聞きながら。遅刻した時の決めたの気まずあ55分が立て続けられるために休んだら先生に心配されるおもろい。いや、信されるよね。休んでるからね。そう、寝るだけだ。あ、何も後悔なんかあるわけじゃなくて。あ、まあ、俺も言ってた。そうなの。今じゃ優等生を同棲するキャラじゃなくて、まあ事実なんですけど、まあ結構、
王道正統派でやらせてもらってるので、女子に心配されて仕事が嫌なのかって心配いやそうだよね。いやもう本当にみんなも逆にそのライブとか来るために休んでくれて、も本当にありがとう。なんか早退か早退とか、あっ男気あるまあね、ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱさ20分早いね。推し活します、え言える環境いいよね。だってさくるくるもさこの前あの広島あのお仕事してたじゃん、くるくるもあの働き方のやつ、推し活休暇を進めていくといいと思うって言っちゃったし、くるくるも布教するレベルでオタク全開だからライブ行きますか、えいい環境。ちょっとそのレベルじゃないよ本当にね。え、先生から土日、いやもう本当にそうやってもう頑張ってくれても嬉しいよ。それでスクショタイム。あ、お前それこれは普通に気づいたらお前それになってた。それではスクショタイム終了。夜景綺麗だねポーズ、星見るポーズあずとくる告知タイム11月2日江戸島あります。それでは壇上もう2日しか、うん、チャートリも13にあります。15はアイドルスター、13位福ちゃんありがとう、12位オロチありがとう、11位ケイタありがとう、10位ウォッカありがとう、9位ハマありがとう、8位クマノミノありがとう、7位ステラありがとう、6位ノッシーありがとう、5位トマトポありがとう、4位アリちゃんありがとう、3位フジタマありがとう、2位オノマサありがとう、そして1位はドゥルル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 パーン、青ありがとう、青ありがとう。2日はね晴れさせたらいい、晴れさせたらいいですよ。これからもくるくるの愛全開でよろしくるくる。明日も頑張ろうね。おやすみ、ミントグリーン。